こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。はい、ということで、無事にね、帰ってきました。今、夜中の1時25分、入り置きしておきました、アルマゲドンなんですけれども、いやー、M4 でなんとかね、皆さんの応援がね、あったおかげでね、勝つことができました。で、オーブと、あと次回の、スタミナ半分かな、半減かな。よかった、本当に。もう自分自身の助かるからね、本当に。オーブはあれかもしれないけど。スタミナ上げは嬉しいよ、本当に。ということで、まあ、打ち上げも兼ねて、まあ、ちょっと、お酒をいただいてですね、ほろ酔い気分で帰ってきて、今、一人でね、やってみようかなと。まあ、あの後ね、ツイートはしたんですけども、ソロでね、勝つことができたんでね、まあ、画像出しておきますか、こういった。こんな感じで勝つことができて、4ドロー、一人でしたんで、一応、艦隊が組めるようになったんですよ、一人でね。一人艦隊が組めるっていうのはすごい大事なんですが、ただ今この状態、家に帰ってきて録画っていう状態で倒せるかどうかが問題。ここで倒せなければ本物じゃないね、まあ、偽物っていう話でもないんだけど、まあとりあえず行ってみようか。とりあえずこうだよ。間入ってる。あ、うまい。それはうまかった。で、豚さんずらしつつね、こう。あ、うまいね。普通にうまいね。うん、ここは入ってる。普通っぽい。うまいね。うまいよこれ。で、次はこれでしょ。この針だった。ちょっと下に回んない。よいしょ。OK。で、そうだね。結局、ガラゴーラ触れて、いいじゃないですか。パーフェクトボディじゃないですか、今のところ。で、次、ガラゴスさん。ガラゴスさん、上当ててからの間か、これ。もしくは右下でもいいんだよ。次を考えたら、でも上の方がいいのか。入ります。よいしょ。で次は、横間じゃねえな。直で右下回り。おお、うん、直で右下回り。で、次は、難しいな。次、やりづらいから、入っちゃいます。下に。で、もうこっからは反射に無視してボス狙っていっちゃおうかな。うん、シンプルでいいんだよ、それ実は。よいしょ。どうだ、まあ、ここら辺まではね、ちゃんとできるんですが、ですがですよ。この後あたりから、ね、あ、やっぱちゃんぎこなんだなっていう、そういう展開が待ってるかもしれないね。OK。決まる。これは多分ね、もう、このステージを作った方の意図としてない動きになっちゃってるんで、多分もう配置がきつくなってくる。こんな感じかな。いや、早いな。左上。やばい。それはまずい。それはまずい。けど、まあ結構削れたな。うん、悪くはない。悪くはないが、良くもない。ガラゴーラの位置を考えると、きついね。そしたら、豚さん当てて感化した方がいいかな。今は多分無難に経験する。左上倒して OK。 で次豚さんだよね。豚さんは、豚さんね、これいいや。右上ちょっと感化して狙う。あ、いいんじゃないですか。バランスはいいと思う、ダメージの与え方の。次ガラゴスさんか。ガラゴスさん、ガラゴスさんスピードアップして、で、感化して、これ倒せる。 OK。 グッド。次も倒しやすいかな。次右下だっけ。いや、ちょっとやりづらいか。中ボス左下だよな。あー、ここか。はいはいはい、ここね。ここさ、俺苦手なんですよね。あの、テルマさんにも笑われたけど、俺右上で左下にね、出てくることが非常に多くて、非常に戦いづらい。今回は頼むよ。だからそこ、なんでそこなの？なんでそこなのそれ。それ笑われるって。よくあるんだけどさ、これ。なんだこれ。こうか。で、左側行って、トリケラをちょっと削ると。いや、きついな。シンプルにきついんだ、これ、左下。ここに出てきちゃうと。これでも SS 使わないといけないな。SS 使って、感
後ろ、まあ、危ないこれ左下これね本当はね上と下に出てきたりするんだよね。よしよし、これ倒すと逃げていくんでいいんですけど、本当はね、まあ M4 のプレイ中もそうだったんですけど、リヴァヤさんの上と下、赤ドラゴンじゃないリヴァヤさんでね、上と下に来るっていうのがまあ基本的な流れなんだよね。パッキャロ、よし、あ2手で滅ぼせんのいいんだけどね、ここはやりづらいな。これめちゃくちゃ伸びて、あ、それ、あ、それはそれでいいね。あ、そういう感じはそれでそれでいいんだね。なんかおしゃれな感じに見えた今。早く考えて強くね、普通に今のやり方は、うん、で、爆発踏んで、うわ、いいスピードアップが美味しい。いや、美味しいな。ちょっとラッキーだな、これ。うん。ちょっとラッキーだな、なんならこれ。ガラボスさん当てて、左から抜けて、目を覚ます。OK。いや、ありがて。毒で死なないの、痛い。豚さん？豚さん一回当てて、みんな入るかな。あ、これ。あ、なんか、スピードアップ美味しい。スピードアップ美味しい。それ美味しい。よし。ちょっとラッキーだったね。で、SS が溜まってるっていうのもこのままビッグサイズだな。ただこれ下に位置取りしとかないと危ないんだよね、確か。うわー、そういう感じね。うん、外そう。デトラビか。あ、でもこれは外していくっすね。あ、肩を倒すのも OK。 それはかなり OK。 これは当てていこう。抜けて、抜けないのそれ、マジか。あ、抜けないの、抜けると思うんですか。豚さん危ないな、豚さん危ねえから、それこそこれは外していこう。外して感じ、うん、これは OK。外してできれば上の方まで行きたいから、外して外して上のやつ、 OK、 あ、かなり OK、 それはかなりベスト、うん、あと3体には倒せばいいんだな。 OK、 そしたらこれでシンプルに下のやつに倒す。 OKOK、 かなり OK、 それはありがたい。あと2体以内に、抜けるという感じですね。決まるですよ。これはいけるでしょ、今日は。ねえ、これはいけるでしょ。あ、いいんじゃない、調整は神じゃないこれ。普通に。普通に神ってんじゃない、だって、普通に当てればいいんだよ。よいしょ、ねえ、これは普通にいくでしょ。いや、いいじゃん、シンプルで。で、変身。変身って言い方がおかしい。スタイル、まあでも3体内倒せってわけでもないから、やりにくさはないな、まあね、いいんじゃない。うん、スピードアップを踏んでちゃんと当てていく、それをちゃんと当てれば OK。 よし、で右側に入る。でもちょっとガラゴスさんの上にも行きたいな。右側入るかも。あ、普通のカンカンしちゃった。普通のカンカンしちゃった。あー、オッケーオッケーオッケー。ならよし。あ、寝てしまう。あー、でも、桜井モブやった。忘れてた。これ上を越しに行く。越しに行くのが大事です。いいね。強い強い強い。あ、ただだだだ。あ、いいね、これは。あ、やりやすいやりやすいやりやすい。ガラゴスさん左側。あ、ちょっとこれは倒せるだろ、さすがに。ねえ、これシンプルにいけるよ。入れ回しても大丈夫。 OK、
へえ、これはいける。急がないと。あ、結構くっついてるの美味しいなこれ。うん、くっついてるの美味しいな。やばいやばい。あー、そういう感じか。ちょっとこういう風な感じで、ちょっと暴れる感じで出ていく。よしよし、いい、バランスいい、バランスいい。いいダメージ、いいダメージ。でもこれね、もはやボス直でいっちゃっていいのこれ、うん、これもボス直で、うん、ボスいっちゃいましょう。で、それでね、それでいくと、あ、いいとこに行った、いいとこに行った、またいいとこに行った。これは王者だね、場所が。簡単に見せるよ。これおしゃれでしょ。ねえ、普通に引くやつでしょ。 OK、 これ普通に倒せるな。下から入ってでずっぽし倒す。こんな感じ。よし、急がないと大地がどんどん崩壊していくよ。嫌だね、嫌なセリフ。そしたら、ガラゴスさんの方に行きたい、できる限り。ガラゴスさんのとこに行けばどうにかなると思ってる。開けて。しかも倒してくれたよ、ありがてえ。それはありがたい、うん、いやー、それは酸っぱいね。さあ、当て方むずいけどな、これ。ちょっと当て方むずいね、これ。普通にシンプルに。あ、でも大丈夫、なんだこれ。これでいいんだよ、ストライクショット。ねえ、ねえ。あ、倒せないの右、あれ倒せるかと思ってた。あ、マジか。そういう感じか。じゃあ、仲間に触れて、これで倒してですね、みんなさん。こいつ倒した。で、一回これ外して、右のザクを倒すと。倒して、こっからだね、やりたい放題は。んで、まあ、これ適当でいいや。とりあえずダメージを与えて、こんな感じで、どうですか。ガラゴスさん以外が残ってるから、ちゃんと起こしながら行けば、行けると思う。一人だけかね、多分。それは美味しいな。できるわ、できる。あー、してきたか。お、でもいい、そんなに、そんなに欲しい。あ、いいんじゃないこれ。これいいんじゃない。おしゃれだね、これ。ストライクショット。強いねー。なになになに、マリードライブ。かっこいいよ。あ、いいね。あ、さらに入っていく。さらに入る者たち。それはおしゃれ、おしゃれ。まあまあ、もう倒せるから無難に行きましょう。なんか捨てればね、やるでしょう。いや、これは普通に強いな。なるほどね、いけるいける。ちゃん感じこなれてる、感じこなれてる。戻った戻った。で、いきます。いけ、よし。で、これね、で無課金キャラが普通に使えるってのがいいな、このクエストは。うん、なんて言うんだろう、前回の一周の爆絶は結構無課金キャラがね、最初は厳しかったりするけど、初日からさ、無課金キャラガラゴーラだったりとかも入れてクリアできるっていうのは結構俺の中では、まあ、ありがたい難易度かなって感じかな。すげえ、また落ちた。これ8体目だよ、すげえ。はい、ということで、なんとかね、お家に帰ってきても勝つことができました。皆さんいかがだったでしょうか。また次回の爆絶も絶対にぶっ倒してやるからな。以上、ギコちゃんでした。バイバイ。